遅れてごめんね。じゃあまずはクエストを受けに行かないとだね。ふざけるのもいい加減にしろ。お前たちこそ何様のつもりだ。こうなったらみんな少し落ち着いてちゃんと話をすれば。関係ないやつは引っ込んでろ。こうなったら戦争だ。後悔すんなよ。やってやろうじゃねえか。行くぞみんな。遅れるんじゃねえぞ。ああ始まっちゃった。こうなったら私が止める。ちょっと待ってて。行くよ。ちょっと待ったー。なんだな、さっきの女か。なんだ格好がさっきまでと違うな。別人か。喧嘩はそこまである。これ以上戦うなら私を倒してからにしてもらうよ。実は私ジョブチェンジってレアスキルを持ってるある。それで自分の装備やスキルを変えられるよ。さあ誰でもいいからかかってくるある。そう？気のせい気のせい。それより今は喧嘩を止めるのが先決だよ。何なんだお前たちは。ギルドの戦争に関係ないやつが首突っ込んでくるんじゃねえ。甘いはっだー。さてと次は誰やる？そんなに暴れたいなら私が相手になるよ。いったなてめえ。覚悟してもらうぜ。動きが遅いやる。もっと早くこんな風にね。うわっこいつ強すぎる。もうちょっと骨があると思ったけど。さあ次行くある。バカな。俺たちが負けるなんて。ふん。まだまだ全員クンフーが足りないある。すげえぜあの子。全員のしちまったなあ。今度は俺と手合わせしてくれ。任せるよ。喧嘩はさっきので終わり。これからは純粋な戦いの時間ある。あーごめんけど挑まれて背を向けるなんて許されないある。無事に仲間のお許しも出たし思いっきりやるから覚悟するよ。おおよ望むところだぜ。準備はいいか。いいならこっちから行くよ。今日は皆さんに転校生を紹介します。入ってきていいわよ。うわー！かわいい。俺このクラスでよかった。ジータって言います。皆さんどうぞよろしくお願いします。あなたたもこのクラスなんだ。これからよろしくね。あら、二人は知り合いなの？じゃあ席は彼の近くがいいわね。ねえねえ、二人はなんでもう知り合いなの？ね、実は私がこの前初めて学校に来た時に道案内をしてくれて、その時友達になったんだ。みんなとも早く友達になりたいです。よろしくお願いします。やっべえ、ジータちゃんすげえいい子じゃん。俺たちとも友達になってくれ。もちろん、ありがとう。嬉しいな。ちょっとあんたたち、あんまりジータちゃん困らせちゃダメだからね。はい、それじゃあ今日の授業はここまで。わからないところがある人は職員室へ聞きに来るように。授業でやった内容は後で採点するから、いつも通りノートを持ってきてくれ。以上。みんな、ノートを先生のところに持っていくから提出してね。お、ジータちゃんが持って行ってくれるのか。じゃあこれよろしく。うん、これで全員分かな。それじゃあ行ってきます。いいよ、一人で大丈夫だから。もうそれくらい分かってるよ。あ、待ってありがとう。もうバッチリ。学校にも迷わず来られるようになったし。ああ、その言い方、もしかしてからかってる？とっても過ごしやすいよ。日本のお家って小さいけど暮らしやすくなってるよね。授業のために勉強してたかな。あと他には街を見て回ったりとか。美味しいものがたくさんあって、何を食べたらいいか迷って大変だったな。日本の人でもそうなんだ。あとお洋服は可愛いのが多いね。見てるだけで楽しくなっちゃうよ。いろんな人のおかげだよ。クラスのみんなも優しい人たちだし、ほら、ゆいとかすごく優しいよね。リアルでもあなたに会えたし、この学校に通うって決めてよかったな。それは、制服がすっごくかわいいなーって。みんなには内緒だよ。約束だからね。失礼します。先生、これさっきの授業のノートです。おう、転校早々ありがとな。そういえば二人とも、もうホームルームは終わったのか？そうなの？もうみんな帰ってるんだと思ってた。ああ、ずるい！廊下は走っちゃダメなんだよ。んにちは。ねえねえ、これ見てよ。これはね、決闘大会への招待状なんだ。この間街で喧嘩を止めたでしょ。それを主催の人が見てたみたいで、大会に招待してくれるんだって。しかもこの大会って招待状を受け取った人しか参加できないんだよ。それにね、優勝した人は普通じゃ手に入らないレアアイテムがいくつももらえるんだって。ほらここ。すごいよね。だから絶対参加するって決めたんだ。ああ、それなんだけど、今回はジョブチェンジを使わないで戦いたくて。前にも話したけど、あれはレアスキルだから、もしもの時しか人前じゃ使わないようにしてるんだ。それに大会に参加するならいつもの私で戦いたいなって。ありがとう。じゃあ私今から特訓してくるね。いいの？でも手伝ってくれるなら何かお礼がしたいな。取引いいよ。これで取引成立だね。よろしくね。あっ、はっ、そこだ。でやっ、うん、お願い。それじゃあ行ってくるね。商品の山分け期待してて。それでは試合開始です。積んで必勝で行かせてもらう。うわっ、負けるもんか。いけー、団長。そのまま押し切っちゃえ。よし、このまま押し切る。もう力が。そうだ、強くなって父さんを見つけるんだ。何？今だ。やあ、優勝はジータ選手です。やったー。勝ったよ、私。やったよ。あなたのおかげだよ。あなたが思い出させてくれたから、私最後まで戦えたんだ。そうだ、優勝賞品をもらいに行かなきゃ。ほら、早く行こう。